皆さんこんにちは。こんにちは。ようこそ高橋ファミリークリニックへ。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして今回も長谷川さん、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。肩もみ世界チャンピオンの長谷川です。よろしくお願いします。はい。繰り返しますが、はい、肩もみ世界チャンピオン、はい、もう一度ご紹介いただけますか。はいはい。2017年に名古屋市の守山区役所で、健康フェスティバルの中で、はい、世界肩もみ選手権というイベントがありました、はい。でまあ、肩もみのテクニックだけじゃなくて、はい、まあ、査定基準が挨拶だったり、うん、笑顔だったり、はい、会話だったり健康スキルだったり、まあ、肩もみのテクニックの5項目で総合評価でチャンピオンにならせていただきました。素晴らしい。もちろん肩もみのテクニックは、はい、優秀だと思うんですけれども、はい、それ以外に自分自身で、はい、自信があることってあるんですか。まあ、肩もみをきっかけに、はい、まあ、ちょっとこう挨拶させていただくところから、うん、まあ、その後すぐ笑顔を伝えたり、はい、あとまあその肩もみをしながら健康スキルを話したりすることが一番私の中では大事だと思ってまして、うん、まあ、一番は話しながら相手の心をこう開いたり、はい、あと癒したりすることでお互いの距離が縮まるので会話がすごく楽しめるところが一番私は大事かなと思ってます。そういうことで総合的に世界チャンピオンということなんですよね。そうです。でもやっぱり会話がスムーズにいくって先生としても重要なことですよね。あ、とても重要ですね。和みますね、うん、はい、やっぱり患者さんに愛される先生としてはもう特にですね、癒しの、ドクターとしては会話が大事です。はい。それでは長谷川さん、実際に実演をしていただけますか。はい、わかりました。まずですね、肩甲骨、はい、肩甲骨があると思うんですけど、はい、肩甲骨のこう周りを覆いながらさすります。さするんですか。さすりましょう。まずは温めて筋肉をほぐしていきたいと思いますので、はい、まずは右手で、はい、右の肩甲骨をしっかり覆って、はい、のの字を書くように上から下にさすります。なんか肩もみなので、うん、はい、揉むのかなと思ったんですが、はい、今さすってるんですよね。そうですね、さすって体の温度を高めると。おで押すと、まあ、筋肉こう硬、はい、くなっていっちゃうので、まあ、吸収力がこう低くなってきますので、食べたものもなかなか吸収しにくくなるのと同時に、はい、まあ、筋肉が硬くなるということは、まあ、柔軟性が欠けていくので、まあ、怪我しやすかったりっていうところになってきます。ま、食べたものも吸収しなくなるんですか。はい、そうですね、筋肉硬くなっちゃうので動きが悪くなりますから、血液の流れも悪くなってくるので、なるだけ押さずにさすりましょう。はい。なのでまずは右手で右の肩甲骨、左手で大きく左の肩甲骨、肩甲骨のこの溝に沿って、はい、なるだけ親指を当ててあげて上から下にさすってあげるとどうですか。なんかポカポカしてきました。そうですね、ポカポカしてくると思います。まずはのの字を書くように、はい、右の肩甲骨と左の肩甲骨をさすりましょう。先生、はい、はい、体がポカポカしてくるってことはいいことなんですか。とてもいいですね。女性は特に冷え性が多いので、とてもいいことだと思いますね。で次にですね、はい、まあ、通常のもみもみですけども、これも先ほど言ったあんまり押しすぎず、はい、優しく筋肉をほぐすような形で、はい、すごい柔らかいですね。そうですね。で特にこの辺ですね、はい、ちょっとさこさんこの辺硬いのでちょっと柔らかくするんですけど、はい、そんなに強くはないと思いますので、うん、まあ、首のこの元から肩の内の方までもみもみしてあげるっていうことが2つ目ですね。で次にですね、3つ目は指で、はい、指のひらで肩口を上からギュッと押さえてもらって、はい、前後に動かします。前後に。そうですね、前後に互い違いに早く動かす。なんかブルブルしてきます。そうですね。これはどういう効果なんですか。これも筋肉をゆすって筋肉を柔らかくしてあげるような効果がありますので、押さずに、あんまり押しすぎちゃうと痛いので、はい、軽く押さえて前後に首元から、特にこの辺ですね、はい、首のこりだったり肩こりだったりっていうところなんですけど、そこから肩口の方まで押さえながら揺らしてあげるということが3つ目です。先生、筋肉揺らすってあるんですね。あるんですね。まあ、
ほぐされていいんですよね、やっぱりね。そうですね。で最後に、はい、肩甲骨を内側に寄せてあげるといいです。その時に、はい、まあ、おまじない思い出してもらって、はい、毎日コツコツ健康のコツはコツコツ健康肩甲骨と、なので肩甲骨の位置を外側にすると、はい、この菱形筋と筋肉を圧迫するので、ええ、肩こり、うん、ないし頭痛、はい、で最後に目が乾くようなこう症状が出てきますので、なるだけコツコツ寄せるように意識していただいて、普段の生活をこうしていただけたらなと思います。え、こんなに寄せることないですもんね、普段。そうですね、腕の付け根が肩甲骨なので、はい、腕の重さがだいたい2キロなんですけど、これがどんどん下がっていくと背中がぐりっと曲がってきます。そうですね、なるだけ寄せていただいて、できたら頭の位置ももうちょっと後ろにしていただくような意識を持っていただくと、すごくいい姿勢で肩も凝らないと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。もうやっていただくとすごいスッキリするんですけれども、はい、でも毎日長谷川さんがいらっしゃるわけではないので、自分ではどうしたらいいんですか？そうですね、肩甲骨の、はい、まあ、可動域がポイントで、まあ、動かすということがすごく大事なんですけど、うん、はい、まずは自分で動かす習慣を特にこう、まあ、やっていただきたいのと、はい、動かすのは簡単で、うん、腕を肩よりも高くまっすぐ、はい、まっすぐですね。そうですね、はい、で特に、まあ、両手を組んで、はい、まあ、背伸びをすることをお勧めします。あ、はい、そうですね、気持ちいい。で生活習慣にこれを盛り込んでいただきたいんですけど、はい、なかなか背伸びのタイミングっていつしたら分かんないと思うので、はい、特に食事の前に背伸びをしてからずっと伸びて姿勢を正してからいただきますするというようなルーティンしていただけたらいいかなと思ってます。あ、じゃあセットにすると1日3回必ず行えるということなんですね。でもあの前回の放送で日本人の8割が、はい、肩こりで悩んでいるというお話も聞きましたので、はいはい、こういったことが広まれば少しは楽になるかもしれませんね。そうですね。で現在あの千種区で、はい、森山区東区の方で、はい、まあ、地域連携として、はい、小学生から高校生大学生に、うん、まあ、肩もみの指導をさせていただいて、はい、まあ、イベントにその子たちを連れて行って、はい、肩もみ交流会っていうことを実現させていただいてます。もう少し詳しくお話しいただけますか？はい、例えば森山区で言うと、はい、まあ、高校生に肩もみの指導をさせていただくんですけど、はい、そのイベントに行って、まあ、会話を楽しみながら高校生が、はい、まあ、新しい方に、まあ、知らない人に向かって、うん、まあ、肩こりですかという、まあ、こう問いに対してほとんどの方が肩こりなので、うん、で高校生もこうやってあげた後に、うん、お客様がありがとうという言葉をすごくもらってるんで、はい、会話がすごく弾んで、うん、楽しかったよっていう感想をね、よくいただいてます。うんうん、まあ、でもやっぱり習慣づけるということが一番大事なのかもしれませんね。そうですね、まあ、先ほど言った手を上げるっていうことだったり、うん、まあ、背伸びをすることを習慣化することで、まあ、食事の前に、はい、必ず先ほど言った朝昼晩必ず食事をされると思うので、うん、その前に必ずしっかりと背伸びをしてから食事をされると、はい、まあ、背伸びが、うん、運動が、まあ、習慣化されていくのかなと思ってます。うん、先生いかがでしょうか？はい、あの肩こりや腰痛膝等の関節はですね、はい、まあ、日頃の姿勢と生活習慣ですので、うん、まずそこを直し、うん、また簡単な方法で症状緩和できるのはとってもいいですね。はい、正当の生活習慣が大事だと私は思っております。はい、それでは最後に、はい、長谷川さんおまじないを、はい、じゃあ私最初に言っていますので、はい、まず最後に一緒に教えていただけたらと思いますので、はい、毎日コツコツ健康のコツはコツコツ健康肩甲骨、はい、せーの、毎日コツコツ健康のコツはコツコツ健康肩甲骨。はい、それでは先生そして長谷川さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。実は私先日、はい、千種スポーツセンター20周年のイベントに行ってまいりました。はい、長谷川さんはここにいらっしゃるんですよね？そうですね、千種スポーツセンターはですね、はい、周辺に東山動植物園や平和公園がありまして、うん、緑豊かな環境でスポーツをお楽しみいただけます。また地下鉄が、まあ、近いところで東山公園駅だったり、はい、星ヶ丘駅から徒歩5分と交通の便もすごく良くて、うん、ご来場しやすい施設です。うん、
運動するにあたって、はい、一番重要なことってどういうことですか？まあ、もうズバリ先ほど先生言われた続けるということで、毎日ちょっとずつコツコツもう短時間に続けるということがこう大事なことですね。で特にもう皆さんあの姿勢が良くする、はい、姿勢を良くした状態を保つ、はい、逆に言うと先生よく言われているのは安静時の時間を減らそう、うん、要は座ってるだけとか、まあ、立ってるだけ寝てるだけと止まってる時間を減らしましょうと。特に体に力を入れるのは皆さん簡単にできます、はい、